はい、どうも、ちかです。はい、というわけで今回は、DS 第3弾、岡田彰布監督を阪神純正が獲得するべきかについて解説していきます。はい、というわけで木曜日より DS 第3弾が開催されていて、阪神は岡田監督が登場しています。で、第3弾というところでガチャに関しては30連のみ TS 確定となってます。で、イベントに関しては熱湯スタジアムが開催されていて、累計に TS の S ランク契約書があります。で、この累計の契約書で狙いの選手を逃した場合は、ランキングを発して3万以内に入って、選択契約を獲得するっていうところが一番確実に狙いの選手を獲得する方法となっております。というわけで今回はそんなランキングを走って岡田監督を獲得するかリーグリア対別で解説していきます。というわけでまずは岡田監督の能力チェックをやって、その後に岡田監督を獲得するべきかリーグリア対別で解説していきます。それではまずは岡田監督の能力チェックやっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではまずは岡田監督の能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは岡田監督の能力チェックやっていきましょう。というわけで岡田監督に関しては2020年 OB 第5弾以来約3年半ぶりの登場となっております。で、 TS に関しては今回が初登場となってます。で、能力的には弾道パワーヒッターでミートから82、81、65の称号でミートパワー A 同値が狙えます。で、守備適性がセカンドメインで C63 で、突後でファーストライトに置くことができます。で、ウラン三世が補給から60、64、63となってます。で、特殊能力が超パワーヒッターチャンスさよなら男となってます。というわけで阪神を代表する強打のセカンドの選手となっております。まあ、ただしね、今年に関してはもうすでにね、この間のイチローセレクションで今岡さんが出たというところでね、今年の阪神の TS に関しては阪神を代表する強打のセカンドっていうところが2人登場している現状となっております。はい、というわけでここからは阪神純正が岡田監督を獲得するべきかリーグリア対別で解説していきます。というわけでまずはリーグ勢、リーグ勢に関しては獲得必須となります。はい、というわけでね、岡田さんに関してはデフォルトでね、ミートパワー A っていうところもそうですし、称号でね、ミートパワー A 同値狙えるっていうところはね、まあやっぱりリーグ勢的には必須ポイントとなるかなと思ってて、まあこのね、シリーズ1でミート型8人パワー型8人のコンボをね、出すって方はね、まあめちゃくちゃ多いわけではないかなと思うんで、まあそこまでね、無理しなくてもいいのかなと思うんですが、まあやっぱりね、シリーズ2のことを考えた時に阪神のね、シリーズ2の OB に関しては今年登場しそうな選手でいうと、まあ田淵さんとか、あとは金本さんとか、あのあたりに関しては小5でミーパー A 同値とかね、ミーパー A っていうところが狙えたりしますし、他にもね、掛布さんなんかはデフォルトでミーパー A 同値だったり、あとはまあエキサイティング大山さん取った方はね、そこをミーパー A 同値決めてオーダーに入れるっていう方もいるかなとかね、まあいろんな選手をね、集めていくと、おそらくね、阪神のシリーズ2に関してはミーパー A 同値っていうところはね、重要になってきますし、まあさらにはね、ミーパー A 同値っていう選手がね、たくさんいれば、ミート型8人、パワー型8人、ミート A 8人パワー A 8人のコンボにもね、絡ませれるっていうところがあるんで、まあ、やっぱりリーグ勢の方に関してはね、このミーパーエドーチの岡田さんっていうところはね、獲得しておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、岡田監督に関してはね、ミーパーエドーチが狙える上にセカンドだけじゃなくてね、ファーストとかライトとかにもね、置けるっていうところもね、いいポイントかなと思います。まあただね、なかなかね、ミーパーエドーチ狙えるセカンドの選手っていうところはね、いないかなと思うので、まあセカンドで使うか、まあベンチとかでね、使う方が多いのかなとは思います。まあただそれでもね、ミーパーエドーチ狙えて、守備に関しては3ポジションプラス DH やベンチに置いたりとかできるっていうところはね、いいポイントかなと思います。まあただしね、岡田監督に関してはここまでね、2016年17年と連続登場した後は20年、24年とね、まあだいたい3年おきにしか登場してきてないっていうところがあるんでね、まあなかなか A ランクたくさん持ってるっていう方も少ないかなとは思いますが、まあ、やっぱり称号決めれなくてもね、デフォルトでミートパワー A っていうところは魅力的かなと思いますし、まあ今回ね、極めるとか、まああとは獲得しておけばね、次回登場した時に極みとか称号まで持っていけるかなと思うので、まあやっぱりね、リーグ勢の方に関してはね、今回岡田さん獲得しておいた方がいいんじゃないかなと思います。続いてリア対勢ですが、リア対勢の方に関しては余裕があるなら獲得した方がいいです。はい、というわけでデフォルトでミパ A っていうところはね、リア対的にもありがたいポイントとなっております。まあ、ただしね、岡田監督に関しては広角を持っていないパワヒというところで素のパワヒとなっておりますというところで、まあ現環境だとね、やっぱり飛びにくい印象があって、自分に関してはね、2020年の OB 第5弾で獲得して2年ぐらい使ってたんですが、まあやっぱりね、他のアーティスト選手とかをね、獲得しに行くにつれて少しずつね、スタメンからベンチに行って、でさらにそこからね、今ではね、ベンチすらも外れてる現状となっております。でそうなった原因としてはね、やっぱりね、素のパワーヒっていうところで、まあ、現環境飛びにくいっていうところと、去年阪神は4人もね、アーティスト選手が登場した、まあこの2つがね、外れた原因になってくるかなと思います。いや、もともとね、阪神に関してはね、ライドラだけで結構オーダーを組めた球団ではあったんですが、そこに昨年アーチ広角の選手が2人追加された上に素のアーティストが1人追加されてね、まあアーティストが球団としても梅ちゃん入れて8人登場している球団となっております。というと
ところでね、素のパワヒのね、岡田さんが入るとこがなくなってる現状となっております。で、自分に関してもね、もう代打を出すとしたら基本セカンドで、たまにねセンターに代打出すぐらいとなってて、まあセカンドに関してはね9番セカンドで使ってるんですが、平野さんにね打席が回ってきたら、例えばねバースを代打出して、その後はね山津さんをセカンドに入れて、でもう1打席回ってきたら浜中さんか今岡さん、どっちかをね代打出して、で最終的にはね今岡さんをセカンドに入れるっていう起用をしてるんで、まあなかなかね岡田さんをね獲得したとしてもね、打席に立たせるっていうところは少なくなってくるかなと思います。でもしねそう少なくなってくるのであればね、この今岡さんの枠っていうのはね、今登場してる中野くんでもねいいかなと思ってて、今岡さんの枠をね中野くんに変えた場合は、バースを代打出して、その後に大和さんがセカンドに入って、もう一打席回ってきたら浜中さんが代打で行って、中野くんが最後セカンドに入るっていうね、まあこういう流れになるかなと思うので、結構ねオーダーが揃ってる方に関してはね、わざわざ岡田さんを獲得する必要はないのかなと思います。まあただしね、強打のセカンドを持ってるメリットとしてはね、自分の場合だとセンターに代打出せるっていうところなんですよね。でそうなると、まあ大和さんがねセンターに入る必要が出てくるんで、セカンドどうしようと、そうなってくるとやっぱりね第2セカンドに関しては、中野くんより強打のセカンドを、ね、入れておいた方がいいかなと思うので、自分に関してはねこのように今岡さんを入れております。まあただしね、今岡さんに関してはね、今年はこの間のね一郎セレクションできちゃったっていうところでね、まあガチャシステムも厳しかったんで、まあスルーしたよっていう方もいるのかなと思います。でそういった方に関してはね、結構岡田さんおすすめかなと思ってて、まあこのね今岡さんの枠っていうところを岡田監督とね入れ替えていただければいいのかなと思ってて、自分がもし今岡さんを持っていなくて、このメンバーを持っているのであれば、平野さんのところに代打バースで、バースの代打の交代要員で大和さんで、大和さんに2打席目回ってきた時は浜中さんを代打で出して、その後に岡田さんを入れる。でもし近本さんのところに代打を出した場合は、その後ね大和さんをセンターに入れる。でさらに平野さんのところに代打出した後は岡田監督をセカンドに入れるっていう起用するんでね、そうなった時にね第2セカンドっていうところが困らないんで、 TS 今岡さん未所持で第2セカンドに強打の選手を置きたいとか、まあ、あとはそもそもスタメンから強打のセカンドの選手を使いたいっていう方に関してはね、この岡田監督をおすすめかなと思います。でさっきね打球が飛びにくいとは言ったんですが、まあなんだかんだ言ってねパワー A っていうところはあるんで、ちゃんと捉えればスタンドインっていうところはね全然狙えるんで、強打のセカンドが欲しい方に関してはねおすすめの選手となっております。さあというわけで最後岡田さん好きの方ですが、岡田さん好きの方に関しては獲得必須となります。はい、というわけでね、岡田監督に関してはさっきも言ったんですが、2020年 OB 第5弾以来3年半ぶりの登場となっております。で TS に関してはね今回が初登場となっております。で岡田監督に関してはもうそんな長くね監督やられないかなと思うので、 TS 背景に関しては今回が最初で最後の登場になる可能性は高いんじゃないかなと思います。でさらにね今回 TS 出たというところで、次回登場がねまた3年後とか3年半後とかになってくるとね、2027年2028年ぐらいのね OB まで登場してこないっていうことになるんでね、まあ、今回岡田さん登場してる間に獲得しておいた方がいいんじゃないかなと思います。まあ、あとはねバース×岡田のバックスクリーン3連発のオーダー組みたいっていう方に関してはね、まあ、この岡田さんっていうところはもちろん必須選手になってくるんで、そういった方に関してもねぜひとも獲得していただければなと思います。まあ、やっぱりね掛布さんとバースに関してはね最近結構排出されてましたが、岡田さんに関してはねもう3年半ぶりっていうところがあるんで、もしバックスクリーン3連発のオーダー組んでみたいけどバース掛布持ってないんだっていう方に関してもね、岡田さんにはね登場頻度が高いっていうところがね現状あるんで、登場頻度が最も低い岡田さんっていうところはね出てる間に獲得しておいた方がいいかなと思います。はい、というわけで今回は TS 第3弾で登場している岡田監督を獲得するべきかについて解説していきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、岡田さんに関してはね最初はね2年連続登場してたんですが、ここからね3年空いて3年半空いての登場というところでね、まあなかなか登場してこない選手となってるんで、もう能力関係なしに岡田監督欲しいんだっていう方とかね、もう去年の優勝監督が欲しいんだっていう方はねぜひとも獲得していただければなと思います。というわけでもしよければ皆さんが岡田監督を獲得するか、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。